下敷きが長かった16時間半ですね、正確に話したらね。でも心へ柱が乗って、下はこのちょうど敷居なんですよ。じゃあこのカモイが上に押さってもうこうなっとったんですよ。で壁土がこう来てるからね、昔は土ですよね、手でこうほじくって手だけ開いとるんです。ここと体が抜けんのですよ、痛いし、だんだん締まってくるし、ね、でこうやったら土が顔にバンバン落ちてくるんですが、ね、我慢して見たらこうなってこうなって、柱もこうなってぽっこり屋根がして、ね、その上を人が走って逃げるんですよね。足音だけ聞こえよりましたがね、まあこれはダメじゃと思いましたね。で私はもう意識がなくなりかけて、夜中ですよね、だから眠るようになっとったら、母かなんかが一生懸命ね、ここへ若い娘がいるんですよ言うて、助けてください言うて、まずずっと恨みよったみたいですね。姉も意識なかったんじゃろうもんですがね、妙もでね、だからせめて私だけでも助けてもらおう思ったんですよね。若い子がおりて15、6でしたからね、15歳と何ヶ月か、16になるなら前でしたね。結局まあ、あの辺におられた神父さんが通りかかってね、あのみんな来て、警防団の人が来てね、引っ張り出してくださった。その前に外人さんがね、ここですか、ここですか言われたから、私ね、もう戦争に負けてアメリカ兵でも来たんかと思ったんですよ、外人さんの声でね。で、その方の言うことが分かったのが、長塚の今、教会に、ね、おられたんですよね。やけどを出したというと、ずっと助けを求めて流れ着いてこのラインなんですね。でその人たちをここで治療、あの全部収容して、あの原爆当時のその時、あそこの今神父館叩いておるでしょ、その神父館の同じ形のものでした。全く同じその、基礎の上に建てたんです。それは2階におりまして、でちょうど朝ゴミ箱を建ててから、あそこへ行って、ちょっと立っとって、突然何かその光が、外あったの、光。何のことであるか、何かあの、事件じゃないかと思った。とにかくそれで爆発したんです。でその時はですね、この原爆の爆発の音を全然聞かなかったんです。どうしてかと申しますと、その音がやっぱり時間かかるでしょ。でそのうちもう全部ほとんど天井の何でもかんでもめちゃくちゃになって私の上に落ちたんです。もうそれで最後だと思います。まあ、その最後になるのつもりでどういう気持ちであったかと言いましょうか。今度やっと向こうのことが分かってくる、この死の後のことどうあったか、たびたび考えたんですね。まあいろんな想像もありますけれども、しかしながらどうなるか今度わかるだろうと。つまりその怖いことなくてですね、今度わかる、でもまだ生きてますということなんです。それから、まあその死の夜がまたまたまで川のそばにおったんです。まだ全部火事でしたから出られなかったんです。それで
長津の修道院から迎えに来て、夜夜宮や片隅向こうにまで運んでくれたんです。それであそこでまあ大体まあ怪我から全部あります。顔も何でもかんでも、でも全体としての怪我はそんなにひどくないでした。だからそんなに長く、ずっと寝ていませんでした。それでその気持ちはね、本当はそんなたくさんの人が広島の市民が、死んでしまって、そのうちも子供さんたくさんおったんです。この日本ばかりでなくてドイツばかりでなくて全体人類は、人間そのものはもう一歩進めなければないんです。大昔の全然文化できない時代あったでしょう、何千年前に。それからだんだん、まあ今から3000年前、いろいろその人類変わったことがあるんです。その時プラトとかそういう人たちがあって、それによってだんだんその人間の意識は変わりました。で、今度はそれでもって人間がやっぱりその技術を習ったんです。それから技術が非常に成功したんです。いつも同時にその武器も作ったんですね。それは成功したんです。けれども、それだけ足りないと。つまり人間はもう一つ進まなければならないんです。まあ、これは話難しいですけれども、具体的に申しますとですね、平和記念制度、ですから、はい、この記念制度ですから、世界ですね、世界記念制度。だから世界的な意味ですね。やはり、どういうふうにすれば、その世界が、本当に世界平和ができてくる。我々ますます世界平和できるように努めなければないんです。で、これはどうしても出発は自分の心の平和ですよ。みんな心の中に、我々みんな戦争です。ほとんど。一人ずつも、一人ずつでも一人でも多く本当の心の平和できたら、それは保証です。その人があれば多く世界平和できてくるんです。政治家だけに任すことはできないんです。政治家はよく努力しようと思います。まあ、いろいろな批評できますけれども、どうしても戦争はいけないんです。しかしながら、人間の心なければですね、その人間のそれを壊らなければないんです。だから一つずつ、こういうことを努力しなければ、私も入れて。平和の人、本当ですね、例えば不愉快なことはすぐ喧嘩することはなくて、その本当の平和、その心があれば、どんなことがあってかその平和が潰れないんですね。ですからそれもこれからやはりこの制度の別な意味として見ていただければ幸いだと思います。